はい、皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今日はアッパラっていう町に来ました。ちょっとフラッと食事も兼ねて歩いてみたいと思います。行きましょう。ここら辺は結構飲食店が立ち並ぶエリアです。はい、アッサラムアレイコム。Hi. Kya haru hai? Kaise hain? Theek hai. Theek hai. Acha jaldi. Okay. Pra prata desu ne. Apa apa. Chai chai. Okay. Koi chai ya sir. Assalamualaikum. Ore jorebi. Ore mo amai sweet desu.ここら辺はモバイルエリアです。まあ携帯の中古だったり携帯周辺機器だったりそういうのが売ってます。アスラマレコ。ちなみにパキスタンにアップルの正規店はないので日本より 1.5 倍ぐらいアップル製品が高いです。この道は道具街で私の仕事の料理道具とか買ったりします。これがパキスタンの炭っていうか焼き台ですね。肉焼いたり魚焼いたりする焼き台です。これ牛レバーかな。これ肉屋さんですね。牛が、これ牛肉屋さんですね。美味しそう。これがトマホーク。こうやって油は少ないんですが、いろんな部位が売ってます。アサラマレコン。あ、こう牛レバーですね。美味しそう。超新鮮です。ね、これが秋ですけど、どこだろう。リブアイ、テール、まあいろんな部位があります。やっと大根が良くなってきましたね。はい、アサラマレコ。ビデオ OK? OK? もう牛肉とアサラマレコラムですね。はい、気合入るけ。あー、手調子乗ってトッピーね。トッピー。This good トッピー。あぶらあぶらあぶら。オッケー。シュクリア。シュクリア。All meat number one. All meat number one. Yeah yeah yeah. Good quality. All meat number one. Good good. Sir. Good quality. Good. Yeah. Good good じゃね。はい。いろいろ。はい。バターどこ？いや。シバね。シバね。いや。オッケーオッケー。シュクリア。シュクリア。はい、これは牛肉のバラのところを切ってますね。いいよ、調子乗んなくて。怖い。シクリア。シクリア。これは牛か。ビーフ。いやいや。で、マトンね。こっちの足がマトンです。
ガラ。あ、OK、OK。これが胃袋、千枚のとこですね。で、まあ、かわいそうだけど、頭が出てます。もう、あー、アサラマラカーン。お、立派な牛の足が。ここら辺は電気工具とか、なんつったらいいんだろう、 DIY のお店がいっぱいあるような感じですね。でここがなんか染め物屋さんが多いところです。アスラマレカン。これで染めてますね。アスラマレカン。テイクムービーオッケー。色粉を入れて。シュクリア。アスラマレコン。お、これはミシンをしてますね。シュクリア。そう、ここは洋服直しとかしてくれるとこ多いので、ここミシンですね。ここ全部多分洋服直ししてくれるんで、何か洋服がぶっ壊れた時はここに来れば直してくれるはずです。アスラマレコン。ここはすごいですね。魚と牛肉とマトンと鶏まで売ってます。あ、これはマトンの灰ですね。もう私はもうさすがに見慣れましたけども、街中に普通にこうやって肉がぶら下がってます。枝肉ですね。で、鶏肉も普通に締められてます。多分最初パキスタンに最初来て女性なんかはびっくりすると思うんですけど、多分1年もすれば日常になるはずです。ならねえかな。これナッツ屋さんですね。まあ、いろんなデーツからいろんなピーナッツ、お菓子、豆が売ってます。アスラマレコン。キアハルヘティケ。はい、シュクリア。あと基本的にパキスタンは駐車場がない、まあ、あることあるんですけどかなり少ないので、路駐が普通になってますね。もう無法地帯にバイクも車も、本当はもっと広い道なんですけど狭い道になってます。アスラマレコン。これはサトウキビですね。この細かく切ってるのはおやつ的に食べるサトウキビです。あれですね。シュクリア。
んだっけ、なんとか何ティーだったっけな、ペシャワールティーだっけな、ピンク色の紅茶もあります。名前忘れちゃった。アッサラマレコン、サモサ揚げてますね。まあ油の色はなかなかいいんじゃないですか。ただまだお昼前ぐらいなので、この色の油です。これが黒くなるとお腹壊すんで気をつけてください。シュクリア。まあこれですね、これぐらいになるとやばい。これは大丈夫。ここは魚を揚げる屋さんですね。アスラマルコン。ケットの？いえ、バイソン。うん。レド？うん。バイソン。ファイナル。How much？ ケットの？1800。オッケー。オッケー。はい。ケットの？I come back again。まあ、ちょっと高いね。あ、ちなみにこの帽子シャルワールトピーズって言うんですけど、冬の帽子ですね。こんな感じでいろんなところに売ってます。お昼になってお腹すいたんで、今日はこのババレストランっていうところで食べたいと思います。ババっていうのはおじさんとかいう意味です。メニューは全く分かりません。まあ、今日はダルマッシュのカレーとチャパティを頼みました。ダルは豆のカレーですね。ダルカレーですね。チャパティいただきます。こんな感じです。うまい。あ、美味しいな。ここ。まあ、有名な店なんですけど、初めて来ました。あの下の焼き鳥チキンのタンドリーチキンは時々持って帰って食べたりするんですけど、うまいな。辛い。めちゃめちゃ唐辛子が入ってて美味しいけど辛いですね。それではごちそうさまでした。なんかね、とってもこうねっとりした感じなんですよね。ダルマッシュっていうのはねっとりしたような感じのカレーです。美味しかったです。でもちょっと唐辛子が入りすぎてて辛かったですね。でも美味しかったです。シュクリア。 Thank you。Thank you. シュクリア。ここがキッチンですね。うっそ。アスラマレコン。リツビッツ。からチキンカラシかな。シュクリア。シュクリア。
やっぱバーベキュー食べればよかったな。美味しそうだな。これはマライボーティーですね。生クリームとニンニク、塩コショウで味付けた鶏肉です。シグリア。ここはポテト屋さん。まあ、ちょっと今食べたばっかりでお腹いっぱいで食べれないんですが、なんかこういうポテト屋さんはアフガニスタンの人がやってる率が高いです。やっぱ顔がちょっと違うんですよね、アフガニスタンの人とあのパキスタン人は。結構イスラマバードとカブールってそんな離れてないんですけども、違うんですね。この人もアフガニスタンで。なんでなんでしょう、ポテト屋さんだけが多分アフガニスタン系の人がやってるんですよね。理由はちょっと分かんないです。それでは以上、アッパラの街からでした。ここはなんかアメ横みたいな感じの雑多なショッピング街っていう感じですね。ローカルの人たちが買い物によく来るところです。まあ日本人が欲しいものはあんまないかもしれないですが、ここも面白い街なんで、イスラマバード来た時はぜひ歩いてみてください。それではまた。今から日本に帰ります。最初に何を食べようか今から悩んでます。1年半ぶりぐらいに帰るので、ラーメンかな、まあ、豚肉系は食べたいと思いますね。それじゃあ日本帰ります。